でそのバンされた理由が、青少年への搾取って書いてました。クレタサポタはルル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 ルあなザウルス、はい、はい、進行しますんで皆さん静かにちょっとヤナツン好きな人選んで。え、いいんですか。どうぞ。もうどうしようかな。はい、しょ。リアンさんとリアンさんと二人選ぶの？一人一人。二人ずつですか。欲張りセットやな。やばすぎるって。一人が寂しすぎておかしくなっちゃった。じゃあリアンさんいいですか。オッケー。じゃあ次クラナ君好きな人。俺じゃあレジェ君選ぼうかな。で、あの卵、リーダー卵。はい、庄司さん一択。なんで？なんで？なんで？ルージや。ルージや。卵知らん。誰や卵。卵って誰や。え、ちなみに卵。誰だよ。卵。絶対話さない。卵なんで？卵は。卵なんで庄司なの？え、だって100万人いるから。わかりやすい。そうやな。それだけ。キューちゃん。レイ君。レイ君ね。レイ君さん。二週目どうぞ。安。え、エルクロさん一人目は？キャプテン。キャプテン。キャプテン安。殺せる。ここのパーティー殺していいからねみたいな。で、優勝候補。あんで卵。卵どうぞ。チャンネル登録者数50万人以上のっています。やらせる。本当に50万人以上だけで。我こそはという方います。50万人以上。ケーキチャンネルとか。ああ確かに。58万人ぐらいおる。あちょっとガキはちょっと。ガキはちょっと。ガキはいらない。大人がいいな。大人がいいな。大人やったら誰かな。あないチャンネル。いやいやいや。ないチャンネル。じゃ俺このパーティー。ねえ、何も絶対勝てねえじゃん。これもう終わりだ。もう本当に。もろか。いや熱いよ。いやでも殺されないかもしれない。圧がすごくて。案内が。お前、俺もう全然もういつものやつやってもう俺からしたらよっしゃいじゃないわお前。はい、固めた。固めてない。固めた。固めてない。固めてない。卵って誰だよ。え、卵は俺の動画に出てなんかちょいバズして、あの一日ぐらいで5000人いったっていう、ほぼ0人から。なるほど。で、じゃあ誰だよ。無名雑魚。今一番勢いがあります。ねえだろお前は。フォートナイト YouTuber の中で一切ない。あの紹介すると、はい、借金が今いくら。752万円ある男です。あとスパチャでも10万もらったから742ね、はい、え、なんでそんな借金抱えたの。マジで本当に競馬、FX パチスロFX で350万。あとはもうあのギャンブルです。うん、ただのカスやからもう。あ、そのゴミだな。大丈夫かな、庄司チャンネルに移して。今配信中やからね、庄司。別に大丈夫だけど。コンプラ行けます？ね、あのみんなもね、こんな人にならないように頑張ってっていうね、あの反面教師的な。そう、そう、基本そうです。あの小学生たちには俺みたいになるなって言ってますいつも。本当になるなよって。でもお金ちょうだいっつって。いいな、でもその下水感がいいな。でもこの前あの TikTok 僕は赤バンされてショート上げてるんですけど、うん、でそのバンされた理由が、青少年への搾取って書いてました。うん、見たことないのよそんな理由でバンされる人。かわいそう。何青少年への搾取って。いつ搾取したん俺。まあでもね、よくないと思うよ。よくないと思うよ。もうやってないんでしょ。昨日行きましたけど。何も変わってねえな。何も変わってない。本当にすごいな。逆にすごいよ。もう行くとこまで行きます。本当に行っちゃって。1000倍行こう。それならみんな言う。それみんな言います。それ無理なんよ。どこから借りるのこれ以上。いいですか、行けます。庄司さん行けます。一旦それも兼ねてちょっと今回呼んだ。はい、チョイスしたんですけど。あと300万ってこと。150。いけるっちゃいけるけど。あっちあっちあっち。来た来た来た。いけるけど。卵マジでさ、はい、今回の試合もあの殺しまくってくんない。いろいろ。あ、オッケーです、オッケーです。はいはい、ぶち殺しますよ。じゃあ全員。え、うまいの卵。あ、正直まあ、あのベトナムで一応4位かななりましたね。めっちゃ下手こいつ。めっちゃ下手。うん、うん、カス。いやー助かるなお二人だと本当に。いやマジでマジでめちゃくちゃ弱いパーティー。一番弱いここマジで。お前が登録者だけを見るから。いや
本当。僕さっきの全然普通にねネタで言ってたけどね。対応できたさっきの。どうだった？さっき順位何本？分かんない。多分レイに普通にあの点数落とされて、うん、マジで取れたかないからね。うわ、かわいそうに。あいつはそういうとこあるからな、レイ君は。ガチでレイを殺しに行こう。あ、いいよ。レイ君にかぶせたいな。どこにいるか聞いてくるね。聞いてくる。どこ降りるの？三人は。え？どこ降りる？潰しに来てない。いや、なんか庄司がなんかあいつだけは許さねえ。この中の三人のうち誰が許さねえって言ってるから。え？いやもう。うん。いやもう。一応どこ降りるのかなっていう、まあ、あのミシックがあるとこ降りるかな俺らは。ミシックね、オッケー了解。ミシックあるとこに降りるらしいから2分1だね。多分見た方がいいんじゃない、白い服出たら。オッケーオッケーオッケー。本気で潰しに行く。いや、あんなしても今ちょっと僕若い目を潰されるかもしれないです、うん、僕やっぱ今来てるんで、やっぱ僕のこと潰しに来るかもしれないです、お前全然来てないよ。ただのまだ満行ってないから大丈夫大丈夫。その勢いがあるともなってないから、お前みたいなもんは。いやでも今このペースで増え続けたら、うん、僕1年後には250万人いってるんですよ、うん、今1日にどのぐらいのペースで増えとんの、1日大体今150か200。ああ、毎日そのぐらい増えればそうなるよね。増えてるんで、だからほんまに今のうちからちゃんと僕に対しては本当になんかある程度のね、案内さんはまあまあ十分本当にありがとうございます。本当に。あ、まあ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 。庄司さんほんまにだから今のうちからほんまにちょっと仲良くしてもらえると、なんかまあ将来なんかウィンウィンみたいななんかいい感じで。今何してるの？卵の中の人何してるの？僕は昼は普通サラリーマン働きながら。ちゃんと働いてるやん。そうです。で週末は夜カラオケバーで働いて。うんうんうん。でまあ借金だいたい月毎月12万ぐらい返しますね今。12万。え、でも12、3万ぐらい。何年かかんの12万で。今現状30年。今日からもうね、卵のこと債務者って呼ぶ。え？あ、ちなみにガチ体重債務者やからね。カイジの世界の人や。カイジの方が借金少ないからね、卵より。まだまだいける。もう僕もだから、まあ牛島君にいつか出れたらいいなっていう VTuber でやってみたいな、その題材の一つとして。うん、VTuber、中の人が蜂蜜塗りたぐられて森に放置されるみたいな。森に埋められる。おもろ。牛島君出て。待て。これどうやんなんのかマジで。いやなんねえよ、多分なんないよこいつ。してくださいよ、そのために呼んだんだから。おかしいだろう。なんで卵ってマジで誰に強がんだよ。動画撮らなきゃ意味ねえんだろう。おっさんさんにやってどないすんねん。お前子供向けのチャンネルで牛島くんが出てくるとどう動画化すんだよお前。ないか。ちなみに卵いくつなんだ。まあ、ちょ公開まあ20代まあ後半。30いってないの。30いってないって言ってない。よう言われるんですけどね、おっさんやって。ね、声はマジでおっさんやし。言ってない言ってない。我らだってもう30だよ。そうっすよね。で、それより声ブスやで。うん、誰がやねん。お前やろ。お前や。誰がやねん。誰がザコみたいな声してんねん。おかしいやろ。声ほんとモブやで、マジで。誰がモブやねん。ブスカワって言われとんねん、こっちは。いや、ただのブスやな。カワの要素がない。舐めてるやろ。本当にブサイクな声って久しぶりに聞いた。いや、正直さ今100万人いるから別に成立してますけど、はい、案内さんはちょっと正直結構いい声です、やっぱり。いや、まあさすがに。まあまあそうですね。正直さ、100万人いなかったら僕とトントンですよ、本当に。本当に、正直。そんな風に思うかな。はい、本当に。申し訳ないですけど。僕は自分で自分の声かっこいいなって思うんだけど。ちょっとトントンだと思って、まあなんか俺もなんかその100万人いる人に対してちょっと申し訳ないけど、うん、まあちょっと卵とトン、あ、ごめんなさいね、トントン、はい、じゃあ燃やしまーす。はい、あと岡山も、はい、やってるでも大丈夫、はい、100万人いるから一生ついていく。もう本当にすぐ数字言うやつ嫌いなんだよな。うん、ずっとついていく。庄司さん待って。大丈夫、誰か死に。なんかめっちゃ打たれんだけど。もう兄貴。ボットじゃないの？いや、ボットじゃない。いや、僕も打たれましたよさっき。多分レイいるわあれ。やばい。めちゃめちゃ CPU やった。あ、ボスや。じゃあボス助けて。やばい。ボスいるっす中に。ちょっと。お二人ボスいる中。うん、待って、今見てるから。やっぱ俺あっちの建物にレイリーを殺しに行こう。あ、やられました。キャプテン翔太だなこいつる。ちょっとやられました、助けてください兄貴。ちょっと死なといてよそれマジで兄貴お願い。だって撃てないでしょ。
でも撃ってくる可能性ある、あいつら頭おかしいから。兄貴、庄司の兄貴。あの庄司、カレーにスルーしてた。ちょっと待って、一回庄司これ食おうぜ。一回もう先に食おうぜ。俺もピザパーティー入りたい。俺もピザパーティー。ちょっと邪魔やな、お前邪魔。邪魔くせ。ちょっとどいてくれよ、お前。俺も呼んでよ、お呼ばれして、俺も。もう、兄貴。俺ずっとついていくよ。お前。やばいよ。はいはいはい。もう兄貴死ぬよ本当に。あともう2だよ。はい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 。オッケーオッケー。そう。もう焦よ。ねえな。映画見せよお前ら。しばくぞ。お前ら言うなお前。こいつら。あれやで、ね。YouTube カースト的に言うとめちゃ低いからな。あなた卵人さん。そうですよね。そうですよね。すいません。勝手にリテールローってつけてもらうのやめてもらっていいですか。ごめんなさい。社長にいいって言われて。いや社長。あの人もなんか言ってるから庄司言ってるから、いやもう無理やから HP 見たわかるやん今、ちょっと待って行くから、ちょ庄司大丈夫行きます、やばい庄司やばい兄貴やばい、ちょっと兄貴俺行くって待って、キャプテンショートは下打ちしたから、おい安津ハイパーやる、安津ハイパー死んどけお前ボーンほらお前、いやいや庄司起こしたいね、兄貴こっちです一回、出せ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 落ち着けろよ、まだまだだな本当に、起こすよ起こすよ兄貴起こすよ任せて、落ち着けなさいよあんた、ついたやろ今の落としたら、本当に困っちまうわ、これだから本当に、あの安ザイパーだけぶっ殺しといたから、ナイスオッケー、じゃあ全員殺さない、そうか、俺殺していいんか、殺しいよ普通に、殺していいんすよねマジで、卵やっちゃっていいからマジで、マジやるか、まあ喧嘩売ってきたのが良くないよね、いやマジで俺らそんなつもりなかったけどね、ね良くないよね、殺そう殺そうぜ、あれどこにおんねんこれ、あいつは逃げたぞ、汚ねえ雑魚がよ、誰に喧嘩売ってんだこっち100万人登録者と30万人だぞお前らやめろ、舐めやがって、お前スネ夫ポシやめろ、一番ダサいからな、いやもう一生ついていきますから本当に、もう何も言えなくなっちゃってるもん本当に、あ起こしてる、止めろ、待て、おいどこでやっとんねんそれ、おっとどこいったどこいった、あおっとまて、これ、殺せ、それ安田ハイパーだ。どこや逃がすなよ、安田ハイパー。殺せ。車で逃げてやがるあいつ。豚じゃなくてチキンかよ。もうやめよう、一回もう逃げようぜ。俺らもう勝ちも狙わないと、さすがにこのメンバーでは無理やろうけど、まあ頑張ろうや。一旦物資やらへんから、ちょっと一回物資集めますよ、ね、僕。そう、俺ら何もできてないマジで本当に。取れ高ないねんもんな、ほんま二人がすぐ死ぬから。やっちゃうちゃう。マジで。こんなことやってるから、あんた取れ高ないんちゃうの。ほんまに先輩 VTuber やったらちゃんとしてほしいな。VTuber じゃないからね我々。あそっか、YouTuber。違うよな、そう、うん、ちゃうねんな、取れ高とかあんま気にしてないけどね、あ、チャグスプ、あ、それみんなでやろう、みんなでやろうや、はい、集合、オッケー、やっちゃっていいよ、はい、ちょうだい、早く、え、庄司さん、取れ離れてる、もうマックス、マックス、マックス、早くせんかよ、お前、マックス、さっき上、そんなの、なんでタメ口なん、ほんと、あ、ごめんなさい、すいません、うん、そうやな、ついてごめんなさい、さっき言えって、今、あ、ごめんなさい、いや、言ってないです、僕さん、言ってないです、僕、案内さん、YouTuber 結構厳しいからね、いや、案内さん、何、もう、分かってくれたんやったら、仲間でしょ、仲間ではない、お前とは仲間ではない、こっちで切るよ、あ、それ行こう、それやっちゃう、いいんじゃない、行っちゃって、じゃあ卵行って、突っ込んできて、どれこれ刺して、どれここ、あ、はい、あ、こんにちは、ナイスなんか、お、しんどげー、お、しんどげー、おら、広い、オッケー、金色ゲット、ただの強奪じゃん、回復ももらっとこ、オッケー、あ、ちげー、ナイス、全然、でもスラープとかは全然あれやったな、あなた殺します、はいよ、殺しても卵行って、オッケー、殺します、にマリモ、少し見とこ、にマリモ、僕ら見とこ、うん、行ってこい、卵、どこ、にマリモ、オン、ファッキュー、バイバイ、タモンさよなら、おかしい、やれ言うたん、自分らや、これ誰やろ、お、なんや君、君どこの子や、君なんや、どこの子や、君、あれ、あー、まあ、卵、ラッチでいいよ
死んじゃった。やったやった。なんか持ってる。いっぱい持ってる。やったやったやった。やったー。やったやった。お前最低。エスちゃんかわいそうに。え、俺今やった。お前かや、もうやってることやばいよ普通に。今僕じゃないでしょ。いややばいやばい普通にやばい。絶対折れちゃうやん今の。いや卵本当炎上だよ。俺見たもんキルログ。誰やった？書いてたリテルの案内状って。あれ猫くん？これなんだ。殺していいっすかこれ。殺していいっすかこれ。だそこはねダメなあのなあの前昔ねあの総長うららってここが泣かした子、うん、あのこういう大会でだから2回も泣かそうかやめといたろか、うん、あの子はダメ絶対、ね、やめときな、うん、やめといたろやばいマジ眠くなってきちゃったなんで結構朝からやってるからあペース配分ねそうでもうタマゴンが現れたことにより、うん、もう疲れた、うん、何でなんだから本当に疲れたくそ眠いさっきも言われてんけどなんだくそ眠いいやだからあんま良くないタマゴンやっぱ人を疲れさせるような絡みとかおかしいおかしいやんいやお前疲れてきたお前が全部案内さんにそうやれって言われてんねやからいや言ってない全く、うん、やめろマジでうんそうやれって案内さんまたやべえの拾ってきちまったな、うん、ほんとおかしいよ僕の毒ニーのこと言えねえからもういやまあでも毒ニーみたいなもん毒ニーみたいなもん誰が毒ニーやねん毒のお兄さんっていうね顔もたぶんタマゴンと似てるよマジでこんな可愛いのに、うん、俺あでも毒のお兄さんも可愛いからあ可愛いねやうん、うん可愛いダンスとか踊ったりする。あ、普通にあれ知ってる？なんか、うん、何？デュンデュクデュンなんかほっぺたくなんかドリルしてなんか踊ってる。あ、そう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 。おっさん。それ毒のお兄さん。あれ庄司の兄貴が見つけてきたんですか？そう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 。あれが野に放ったモンスター。庄司が放ったもん。本物？本物やねあれは。あれは本物。全然本物。庄司に紹介されたことによってめちゃくちゃ生き生きとしちゃって、うん、あの毒ニーと遊ぶと、うん、あの5000円あのリスナーからもらえるよって。おいなんかバカ打たれてんだけど行った。ほんなそれ毒ニーと比べて俺まだまだやなほんだらちょっと。あもうこれ後ろから打たれたんだけど。え？お前うわやば。あー攻めてきてんねなんか。仕返しちゃいます？あいつら割れたぞ今。割れてる割れてる割れてる行こう行こう。よオッケーオッケー。俺もついていこう。いったこいつらプロだ勝てねえ絶対少子落ち着けやばい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 いてぇー俺少子の兄貴だけは俺が必ずあとタマゴンだけだタマゴンうずやん助けて下降りてきてくださいおいお前ちょっと死ぬじゃないそれタマゴンやめてありがとうやめて撃たないで今な俺らさちょっと待って割れただけで行くのやめよ弱いんやからそもそもおしおしおし、うん、割れたら行かないといやいやちょっとそれモサのやることやねあやばい卵ちょっと行くぞオッケーオッケー少女の僕ちょっと少女の兄貴を僕はまずはオッケーオッケー行けるやりすぎやってやりすぎやってこいつらやりすぎやってさあさあまだやったらあかんでしょこれやってもうやっていいちなみにええんかいもうやっていいさっき言ってくれなそんな多分死んでほしいなもんもはやはは走る走れ行け行けダッシュ使えへんねんこれ行けスイープ投手なんでお前俺勝つ少女のあれはスイープ投手って何競馬の馬俺の好きな馬あそうなレッツゴースイープ投手ちょっと待ってなよしよしよし起こせるかええー、とこあるやなはいはい誰ひどい、うん、ひどいひどいよちょっと待って少女はリブトキ拾っとるよね拾いました僕あ卵のリブト拾ってへんわあ拾わなちょっと待ってなすぐにうん、頑張るわお願いしますすいませんちょっと マジで最弱パーティーよこれいけるいける恐ろしいちょっと起こすかでもみんな遠慮して殺さないといてんだよないやこれで僕も障子一味か熱いなさすがに障子一味活動してる最近流れ来たか、うん、明日やるよ何やんのうんなんか別のゲームとかこれ、ね、いい子だから チョッパー殺して、うん、ブキューバーをいいよよしナイスおやばえ終わりこれ俺ら終わり リブート途中やってなんで起きてからやらなそんな案内さん何してんのさ何してんのさすいません何してんのすいません上戻ってんじゃない怒ってきたなんてんチョパマジこっち本当空気悪くなっちゃってるからやめた方がいいかもごめんなさい今マジでやばいごめんなさい、まあ、マジごめんなさいまあそのままやっててもいいけど判断任せろ俺離れよ上のこいつやったところに行ってる今マジで空気悪いからやめてほしいって言ってた僕も言っといた、うん、怒られました良くないと思うんですよ、うん、チョパ後で謝っときマジですいませんでした、うん、いや大丈夫大丈夫おかんくん大丈夫チョパいやうちじゃないですよ倒したのうちじゃないですうち何もあるがないですうち倒すねいい加減にしとけよお前やってんねどうしたうちじゃないですちょうど今ちょっと
おかんさんからお金借りる話、そんなとこや今。そうしてた。感じにトントン拍子に残すのった今。邪魔しやがって。ね、もうちょっと待ってよ、おかんくん。ごめんなさい。ね、ろあれもうちょいよ、もうちょい。下に代わりにセットやから。メイドインおかんくん、代わりに100万いける？代わりに。うん、俺今レンから100万借りてる最中なんですよね。いける？代わりに100万。もうね。だいぶ順調やったで話。今もうあと半コースだけやったで俺。ね、俺ら戻ってたけど多分動画撮影してっから。確かに。多分乗るかもね。乗れる、うん、もうこれどんどんやりたい。でどんどん人が俺を知る。でどんどん増える。いやお前もうそう下心隠せんちょっとは。これ隠した方がいいです。どう思います庄司さん、これ。でもちょっとな、僕これ動画にできないかな、うん。なんでな、おかしいよ。もう話と違うじゃないですか。だって。かもうおかしいじゃんな。もう全部案内チャンネルの仕組んでることが全部なんかこうやって俺を。お前のせい、それはお前のせい。おかしいだろ、仕事終わってよ、タクシーいつも乗んないタクシー乗って帰ってきてよ。嘘だろ、7時半にあるよって言ってね。ふざけんなよ、7時終わってよ、直帰して。本当におかしい。まあでもその庄司のそのチャンネルでやっぱりそのあれやん、やっぱり、うん、そのお前みたいな ねその債務者は絶対にイメージ的に良くないから、やっぱ。あ、もう庄司さん、もう変えますキャラ、もう全部もう今捨てていいんで、全部もう本当に、うん、じゃあ庄司一回捨てよっか。じゃあ次どういうキャラでいく、うん、次は本当にあの妖精さん、妖精さんとかは、お姉妖精、お姉妖精 VTuber、 お姉妖精 v どうですか。あ、いいね、いいね、いい。それでじゃあ今から行こうか。今から、今からなんやもん、うん、誰が見ろ。明日やろうはバカやろうって言わない。確かに、ね、いやそれ言います、それ言います、マジで言います。庄司、うん、さんがやれってやったら僕やります、それはほんまに。じゃあやって。じゃあ庄司一味に入れ。はい、でもいいけど、じゃあもうやってね、ちゃんと。あ、じゃあやったら庄司一味に入れる。いいよ。おい、はい、やる。はい、終わり。今のリスナー全員バイバイ。でもあれやで、はい、正直見て人権ないからね、気をつけてね、うん、本当に。まあ、僕の言うことは絶対だからね、うん、まあでも実社会でも借金ない50万あったら人権とかないから。